バートカムベルクのアムトホーフ、バートカムベルク、または、バートカムベルクは、ドイツ連邦共和国ヘッセン衆議院占領政官区の、リムブルクイコールバイル軍に属しである。シュートビースバーデンの北約 30km、軍庁所在地、リムブルク、アンデアラーンの南約 20km の、ヒンタータウンスに位置している。バートカムベルクは良質なインフラストラクチャーを備えた。 ボルデナーグルントの中心地であり、ラインマイン地方周焉部の中級中心機能の一部を備えた下級中心都市である。州指定のクナイプ水浴地であるが、この種のものとしては、ヘッセンで最も古く、ドイツでも3番目の古さである。この町の象徴的建造物は十字架礼拝堂である。バートカムベルクは、リムブルクイコールバイル軍を及び、 ギーセン行政管区の最も南に位置する町であり、イトシュタインの窪地がリムブルク盆地につながることでヒンタータウヌスを東部と西部に分断している。町の中心部は南北方向に広がっている。バートカムベルクはリムブルク、アンデアラーンの南 18km、ビースバーデンの北 30km、ベッツラーの南西 45km、 フランクフルトアムマインの北西 48km、ギーセンの南西 62km、コブレンツの東 68km に位置している。バートカムベルクの十字架礼拝堂本市は高度約 200m に位置している。リムブルクイコールバイル軍内で最も高い、クーベット山はバートカムベルクの中心区のホーホタウヌス郡バイルロートとの市境に位置している。 中核宿に隣接したすぐ北東には十字架礼拝堂に至る十字架の道行きがある名前のない高さ約320メートルの丘がある。中核宿で最も高いのは高さ約490メートルの東周辺部である。中核部はエムスバッハの主に緩やかな谷を中心としておおむね層型の構造をしている。地域の生誕は 高度317メートルのシュタインコップフへ登っていく。エムスバッフハ川が流れるゴルデナーグルントは、地域の西部を南から北にバートカムベルクを通って広がっている。ゴルデナーグルントには、南から北の順に、ビュールゲス、バートカムベルク、エアバッフオーバーゼルタース地区がある。シュビッカースハウゼン及びドームバッフの2地区がある、地域東部は、 基本的に人口が少なく、高度が高い。ゴルデナーグルンとの両側の土地は、タウヌス山地に向かって登ってゆく。中核宿は、南西から北東方向に伸びている。バートカムベルクの周辺の市町村は、北から時計回りに、ゼルタース、バイルロート、バルトエームス、イトシュタイン、ヒュンステッテン、ヒュンフェルデンである。リムブルクイコールバイル群に属す二町村を除く。 いずれの市町村も銀ン行政管区ではなく、ダルムシュタット行政管区に属している。地域の地質は、エムスバッハ川の東側に、山が年番岩及び年番岩を含む交差岩からなっており、エムスバッハ川の西側は、オー土体積物で構成されている。その間を、石英の歴体がエムスバッハ川と平行に東に向かって伸びている。 バートカムベルク中核地区の地質の東には、年板岩の岩量が高い交差岩からなる山並みである。中核地区自体は、東部は石英の鉱脈に囲まれており、地の西部はオード層に連なっている。西辺岩部は、その南部は交差岩室の年板岩、北西部は鉄分の多い地層で、その間に石英鉱脈の主体ンコップフがある。本市は6つの地区からなる。 カムベルク周辺地域で最も古い遺物は、新石器時代の戦隊分土器文化に分類される。当時ほとんどのグループが狩猟採集生活を行っていたのだが、戦隊分土器文化の人々はすでに農耕や牧畜によって食物を生産していた。家屋は多くが長さ20から25メートル、幅5から7メートルであった。集落内には決まって、 不規則な溝が掘られており、これにより掘り出された土が家を建設するために使われた。溝には例えば木炭、動物の骨、肺、石、陶片といったゴミが満ちていた。中核支部の住宅地では多くのゴミの溝が道路に刻まれていた。二度目の入植期は紀元前600年から紀元前500年に起こった。 ウージンゲンに向かう修道 L3031 号線沿いの、墳墓地はこの時代に作られた。千年2月6日に皇帝夫三世は、ブルトシャイト修道院に、王領の農場、ケイジンバーグを寄進した。しかし、白領に関する明確な証拠はない。ケイジンバーグは、おそらくカゴの山を意味している。このカゴは、ガルガンハルトという名前の省略形である。 この名前は、10世紀に、ラーンガウ領主であったコンラディン家によくある名前である。この農場の名前は、おそらく9世紀、または10世紀の新しい集落であることを示している。ゼルタース、エアバッハ、ビュルゲス、ダウボルンといった周辺の集落は8世紀にはすでに、成立していたことが証明されている。ケイジンバーグについても先行する集落があったという、可能性は否定できない。 1 0 1 8年の皇帝ハインリヒにせいの文書によれば、ケージンバーグはラーンガウに属していた。同じ年にこの農場は、ブルトシャイト修道院から、ゼーリゲンシュタット修道院の所有に変わった。地名は、ケージンバーグから、ケーンバーグ、キャンバーグ、コンバーグ、キャンバーグと変化し、他にもケージンバーグ、コンバーチ、カハバーグ、コンバーグ、その後、 ケーンバーグといった表記がなされた。この集落は1053年に、コンラディン家断絶後にその医療の一部を受け継いだ、ディーツ博の所領となった。ディーツ博は1388年までこの町を支配した。バートカムベルクは、ディーツ博の支配領域で最も南に位置する大きな集落で、領域を接するイトシュタイン博に対して、特別な防御がなされた。 現在のアムトホーフの近くにカムベルク城があった。リーツ博ゲルハルト4世の尽力により1281年8月27日にドイツオールドルフ1世はフランクフルト都市法をモデルとする都市圏をこの町に授けた。都市圏は1300年と1336年に更新された。ただしこれはフレーンに過ぎず、 都市への完全な昇格ではなかった。これにより、カムベルクはマインダースタートの状態にあった。この町は、1356年、1357年に、やっと完全な都市圏を獲得し、1365年に確認書が授与されている。遅くともこの権利の結果として、市壁の建設が始まり、 おそらく1380年頃に完成した。領主の他にも多くの地主がこの都市に土地を所有していた。その中でもリムブルクのゲオルク教会が最も重要であった。1311年にカムベルクのテント裁判所が初めて記録されている。この裁判所は1800年頃まで存続していた。遅くとも1548年には、 重罪刑事裁判もカムベルクの裁判所で扱っていた。しかし遅くとも18世紀には、この裁判所の重要性は大きく後退していた。1357年の抗原祭の後、バルスドルフの盗賊騎士がこの町を訪れ、略奪しようとした時、すべてのカムベルク住民が酔っ払って眠っていたという伝説がある。当時、私癖はまだ建設途中で、酒もぎを通り抜けるだけであった。 しかしここに住んでいたカササギが強盗を察知し泣いて知らせた。それによってカムベルク住民が目を覚まし襲撃は失敗してバルドルフの一味は群衆に袋叩きにあった。現在でもカカサギはこの町の非公式な紋章の鳥とされている。リーツハク家が1388年に断絶したため、 ナッサウ・リレンブルク博アドルフがこの町を相続した。1403年からこの町はカッツェン・エルン・ボーゲン博に七位入れされた。この頃カムベルクはカッツェン・エルン・ボーゲンとフェーデを戦っていたフランクフルトアムマインに占領されたがその直後に再び奪還された。1420年にアドルフ・フォン・ナッサウが死亡するとナッサウ・リレンブルク博と町の3 4を所有していたエプシュタイン家との共同統治となった。1452年から1454年にカッツェン・エルン・ボーゲン博はエプシュタイン家が所有する町の1、4とディレンブルク家が所有する1、8を購入した。すべての所有者がその一部を短期間であるが何度も他の貴族や鳥居や、選定校に引入れした。 カッツェンイエルンボーゲン家が1479年に断絶した後、カッツェンイエルンボーゲン家がかつて所有していたこの町の1、4をヘッセンハクが要求した。カムベルク、ビュルゲス、エアバッハの森は1421年にマルク共同体に属した。そこでは当初はディーツ博後にナッサウ家が勢力を誇った。 カムベルクの中央教会は中世世紀に聖ペトロに引動された。カムベルクの教会区のパトロンはリムブルクのゲオルク教会であった。最初に名前が明記されている聖職者は1156年のゲルノートであった。カムベルクの教会管区は現在の市区及びやがて廃村となったビュルテス近郊のアルスドルフやバルスドルフを包含していた。 この教区は1235年まではマインツ大使教区に、その後トリア・ヒロツカサ教区に属しており、後には主権も一部保持していた。エプシュタインは1508年にケイニヒシュタイン白領となった。1535年にケイニヒシュタイン白家が断絶した後、トリア選定公がカムベルクを占領し、町の半分を長らく保持した。 これにより権力関係は確固とした安定を得た。カムベルクは1800年頃まで半分ずつがトリーア先抵抗とナッサウ家に属した。ナッサウ家所有部分は文家の間で何度も所有が入れ替わった。1557年のフランクフルト条約でヘッセン領の外区が最終的にナッサウリレンブルク家の所有であると認定された。 1607年から1628年まで、その前後は、ディレンブルク領であった外区は、ナッサウ・ハーダマル家に属した。ディレンブルク家の半分は1652年に、ナッサウ・ディーツ家の1743年に、オラニエ・ナッサウ家の所領となった。近世初期に、カムベルクは主に農民都市の性格を帯びていた。1404年に二人の市長が、1458年に、 市議会が1481年に市長者が初めて記述された。1720年頃に市長者は老朽化していた。新築が計画されたが建設されなかった。おそらく17世紀にはすでに領主の役人が市長の業務の大部分を引き継ぎ、都市の自治は失われていた。遅くとも1454年から市議会が存在していたが、 地域的にわずかに重要であるという範囲を超えるものではなかった。市内では、羊毛加工業や製糖業がやや大きな規模で営まれていた。一時的には2軒の宿住工場が存在していた。1581年には7つのツンフトが町にあった。企業はそれぞれの規模が小さいためツンフトに多くの産業が統合されていた。頑丈な壁と多くの塔を持つ。 都市防衛施設は18世紀初めまで維持されていたが、1660年に完全に崩壊した部分があるという記録もある。1750年までにこの施設は大部分が老朽化し、軍事的機能を果たせなくなっていた。バート・カムベルクのアムト・ホーフ1535年から1794年までアムト・カムベルクは ナッサウケとトリーア先帝公の共同同地下にあった。現在の市区の他に、ハインチェニアとのアイゼンバッハ、さらにはハッセルバッハもこれに含まれていた。一人のアムトマンが、両領主のためにカムベルクの利害調整を行っていた。ナッサウケの様々な分家の間で領主が頻繁に入れ替わったため、トリーア先帝公のアムトマンが重要なポジションを強固にした。 彼らはさらに、現在市の行政庁舎となっているアムトホーフという、この町の圧倒的な建築複合体を有していた。トリーや船抵抗のアムトの地位は、主に、ハイデン家、ホーエンフェルト家、シュッツホルツハウゼン家といった、古くから続く貴族家の手に委ねられていた。1651年には、アムトリムブルクとアムトフィルマーも、カムベルクから、 行政運営されていたことが証明されている。1625年にこの町の教師が初めて記録されている。カムベルクの人口に関する最小の記録は1632年になされたもので80人と記されている。1700年には98世帯104人の不益労働者5人の家父が記述されている。 1790年に初めて総人口1003人が記録された。1788年には市民の70.2%が土地所有者、26.2%が貴族、3.6%が聖職者であった。ユダヤ系住民は1576年に初めて確かに証明されている。1662年にはご家族のユダヤ人がおり、 人口の32%を占めた。遅くとも1756年にはシナゴーグが存在していた。カムベルクでのマジオガリは、特に1629年から1631年、1643年から1644年、1659年から1660年に行われた。 14人の女性と1人の男性が罪に問われ、8人の女性が処刑され、1人が習慣中に死亡した。残りの人々は多くは拷問の後に釈放された。バルバラ・オルデネックが知られている中で最後に処刑された人物である。19世紀のゴルデナー・グルントの衣装、ナッサ・ウバイルブルク家は1802年にこの町の トリーや船底港が所有する半分を手に入れた。1806年にオラニエ・ナッサウ、ナッサウウージンゲン、ナッサウ・バイルブルクから、ナッサウ広告が形成され、この町の多重支配が終了した。19世紀初めにアムト・カムベルクが廃止され、初めにアムト・キルベルクが、1816年からアムト・イトシュタインが形成された。 1866年の広島戦争の結果、ナッサウ公国がプロイセンに併合された後、ナッサウはプロイセン領となり、ヘッセンナッサウシュービースバーデン県ウンタータウンス軍に属した。カムベルクは1886年に新設されたリムブルク軍の一部となった。カムベルクの裁判所も1808年にその管轄領域と権限の大部分を奪われた。自身も、 聴覚障害者として生まれたシュッツス・ホルツハウゼン男爵風語は1810年にアムトホーフの部屋で初めてローア社教育を行った。彼はドイツにおけるこの分野のパイオニアとなった。その後、この授業の時間は常設の学校施設となり、1820年にハーツグリックナソイ社トゥーブストンマーンスティーチュとなった。この施設は 1875年まで旧市街のグッテンベルガー豊富な付属建造物内に入居していた。カムベルク市から寄贈されたフランクフルター通りに1894年から固有の建物を設けた。この学校はフライフォンシュッツシューレの名前で現存している。1970年以後この学校は隣接する旧区裁判所を獲得し、2001年に建物が増築された。 1820年に教会の隣に古典主義様式の学校が建設され、1894年に拡張された。1873年に高等男子学校の、1890年に高等女学校の授業が始まった。1861年にモーリッツ・リーバーがギスベルトイコール・リーバー通りに病院、リーバーシェイ・ホスピタルを開設した。 この病院は1959年に廃止された。現在はフライホンシュッツシューレがこの建物を利用している。1848年、1949年のドイツ革命はバートカムベルクにおいて広告北西部全域と同様に特に政治的カトリシズムの形成をもたらした。 モーリッツ・リーバーを代表とする町のピュース協会は1850年2月には6つの支部を持つ広告最大規模の組織となった。この町は20世紀に西へ、すなわち駅の方角へ拡大していった。1920年代から鉄道の西側に産業地域の建設が始まった。カムベルクは1927年から クナイプ式水浴の町となった。1937年に公認温泉地のタイトルが授与された。1977年からカムベルクは就任定のクナイプ式水浴地となった。バートの称号は1981年に都市圏授与700年を記念して授与された。1973年にホーエンフェルトクリーニクが完成した。 ラバチェク家によるナチ権力構造の確立エルンストとパウルのラバチェク兄弟は1928年にはすでにリムブルク軍での運動に積極的に登場していた。バートカムブルクにおいてもリムブルク軍においても彼らは中心的役割を担っていた。そこではエルンスト・ラバチェクと12歳年長の兄パウルとの間で計画的な役割分担がなされていた。 あとに、カムベルクの市長となるエルンスとラバチェクはここで、エネス・ニオッピーの地域グループの指導者となった。彼は1939年から1941年まで、リムブルクの国家社会主義医師連盟の理事長及び、エネス・ニオッピーの軍指導部、国民健康部門指導者の役割を引き受けた。カムベルク自体では、ラバチェクは、性的の迫害に注力し、いわゆる、 権力掌握の過程でシステマチックに SS の支援を受けて、これを実行した。NSDOP の権力構造強化のために、ラバチェクは、軍指導者に宛てた手紙で述べているように、政治的カトリシズムとの戦いを行った。エルンスとラバチェクは、市長としてユダヤ人からの強奪や、ユダヤ教組織の解体に決定的な役割を演じ、 地域のナチ幹部や都市財政を援助した。パウル・ラバチェクは主に地域を超えた政治レベルで活動した。パウル・ラバチェクはまず1924年にリムブルク軍の軍議会議員となった。1929年には衆議会の NSDOP 議員となった。1934年からは軍交渉員に 1929年から1933年にはリムブルクの NSDOP の軍指導者となった。1936年にパウル・ラバチェクはリムブルク軍の軍長代理となった。パウル・ラバチェクの妻アナは NS 婦人会指導者として組織を支えた。 ユダヤ系住民と性的の迫害1933年4月1日、最後の民主的選挙で選出された市長ヨハン、ピップベルガーが強制的同一化によって職を追われた。失職の要請は継続的な職務不履行として正当化された。4月10日、国家社会主義者エルンスト・ラバチェクが一時的に委託を受けた臨時市長に選出され、その職を遂行した。 万丈一致で行われた本来の市長選挙は1933年10月10日に実施された。カムベルク市、市参事会、市議会の統一組織の会議でヒトラーとヒンデンブルクを名誉市民とする緊急動議が提案された。この動議は万丈一致で可決された。同じく万丈一致で以下の道路の命名や解明が決議された。 1905年から1944年3月まで市長を務めたヨハン・ィプベルガーはカムベルクにおけるナチの恐怖政治の犠牲者となった。彼は1933年8月2日に組織的な暴力犯によって手ひどい虐待を受け家の階段から突き落とされて重傷を負った。例えば差し戻しのエンメル、家畜省のシュタインベルク、郵便局長の出 中立銀行幹部のハルデック、レーベンベルク家、ベルトルトランダウとモーリッツ、ランダウ、ヘルマンシュタインベルク、ハインリヒ・シュナイダー、バルター・バッヒエンハイマー、ノーミン・ペーター・シュミットとその息子、フィリップなど市民に対して同様の暴力事件が起こった。シュミートガッセのシナゴーグは水晶の夜に消失した。さらにユダヤ人の家や店舗が略奪され、 その住民はボートラによって虐待を受けた。カムベルクのユダヤ人の多くが1930年代初めからすでに移住していったが、水晶の夜がユダヤ系住民の最終的な絶滅への幕開けとなった。数週間後にはユダヤ人墓地のすべての墓石が既存された。1937年、カムベルクにはまだ69人のユダヤ人が住んでいた。 そのうち27人が時間切れになる前に移住することができた。1942年だけで8人のユダヤ系住民が逮捕され、殺害された。戦後カムベルクにユダヤ人は住んでいなかった。海外への逃亡に成功した者はほとんどいなかった。織物商人ヘルマンマイははじめアムステルダムに移住したが、その後逮捕され、 殺害された。金属製品商人、モーリッツ・マイは、水晶の夜に、フランクフルト・アム・マインに逃れたが、悲劇の運命を逃れられなかった、大多数のカムベルクのユダヤ系住民と、同じく、逮捕され、殺害されることから逃れることはできなかった。ヘッセン州立ビースバーデン中央文書館をはじめと、する文書館には、逮捕され殺害されたカムベルクのユダヤ人の、 まだほとんど精査されず、活用されていない外国為替や保証の記録が存在している。これらは、ジャデンクバッチ、オプファーデア、バーフォールガンデア、ジュデンウンターデア、ナッツヨゾーツヤリスチンジオールサールシャフト19331945と同様に、ほぼ各個人ごとにその悲劇的な運命を推論することができるものである。ナチの経済、 エネルギー政策のプロトタイプとしてのシュトゥーフェン発電所1934年から水理学の教授としてダンツヒ大学に勤務したフランツ・ラバチェクはナチの経済イデオロギーに従って彼が建設したシュトゥーフェン発電所カムベルクを考案した田舎の住民に安価な電力を供給するはずのこの水力発電所をフランツ・ラバチェクは1932年 つまりいわゆるナチ党の権力掌握以前にゴッドフリートフェーダーが編集したナチ書籍シリーズ夏アナリウムズチアリスティ社ビブリオテックで記述している。ナチ政府が構想する発電装置のプロトタイプとしてこのプロジェクトの向かう方向はエネルギー経済からユダヤ経済資本を組織的に排除することであった。市町村レベルでのエネルギー経済によって 金品で暴ルを貪る者、辻強盗、投器化。主にユダヤ人に対して、シグナルを送るものであった。フランツ・ラバチェックによる、主宗編発電所のコンセプトに代表される、反自由主義的な方向づけは、第一に、ドイツの地の職人や農民にとって、不利となる、電力市場を利益追求に利用する、ユダヤ的に定義された、資本主義民間経済から生まれたものであった。 バウ指導者、ヤーコプ・シュプレンガーはじめとする度重なる政治的支援にもかかわらず、経済的であることが証明できなかったためラバチェクの計画は挫折した。カムベルクのシュトゥーヘン発電所の移行はこの町に現存している。地方の歴史書においてフランツ・ラバチェクは国家社会主義への関与は秘匿されて発明技術者として敬われている。 フライ本出修羅休館、フライ本出修羅の建物内の国家社会的、社会福祉現在のフライ本出修羅、当時の童和施設内に、1937年から施設責任者、フリッツベルのタートの指導下で、カムベルク家政、農業学校が入居した。もともとここで学んでいた生徒たちは、身体障害者を生きるに値しない命とみなすなじの思想に従って、 フランクフルトに移された。これを受けて国家社会主義の精神による社会福祉システムにおけるリソース配分の新たな重み付けがなされ、ベルのタートはまずドイツ女子同盟指導下にある社会保護が必要な女性のための教育施設を設立したのであった。そこでは主婦や母親になる準備がなされた。家政学、増援学、保育学のほかにここでは ナチの思想に基づく世界観の教育もなされた。戦時に、ますます労働力が不足したことからカムベルク火星、農業学校の保護を受けている女性は、優先的に地元のナチ幹部や党員にメイドとして紹介された。組織上、フェアインフィワーボークスプフレッチ EV に組み込まれていた火星、農業学校からは、保護を受けていた女性たちが T4 作戦に関連して、 ハーダマル安楽死施設に送置され、そこで殺害された。1944年10月に、イトシュタインのカルメン法フで殺害されたルート、パッペンハイマーも、何年もの間カムベルク火星、農業学校に属していた。第二次世界大戦中の中東第二次世界、大戦中、特に1944年に、国防軍の数多くの部隊がこの町に中東した。 ドイツ制圧のための連合軍による攻撃により、アメリカ軍第385不評連隊第3、大隊が最初のアメリカ兵士として1945年3月29日にカムベルクに達した。彼らはここに駐屯していた SS 部隊と戦闘になった。この戦闘には、アメリカ軍第76不評師団の砲兵隊も参戦した。この街での戦闘は一晩中続いた。 1945年3月30日の8時頃、カムベルクはアメリカ軍兵士によって解放された。戦後この町はアメリカ占領地区に組み込まれ、その後ヘッセン州の一部となった。本市はビースバーデン行政管区に属していた。この行政管区は1968年に廃止され、カムベルクはダルムシュタット行政管区に 1981年に、ギーゼン行政管区に移管された。1974年に合併によって新設された、リムブルクイコールバイル軍の一部となった。1957年に、学校センター、現在のタウヌス州令の建設が始まった。1964年に、そこに、実家学校が開校した。1970年代に、ヘッセン州をはじめ、ドイツ全土で、 地域再編がなされた。1970年8月13日にゴルデナーグルント市町村作業共同体が発行した。これは自由意志の連合を通してゴルデナーグルントの市町村をまとめることを目標としていた。現在バートカムベルクの地区となっている10市町村、ゼルタースの地区となっているニーダーゼルタース、アイゼンワッフハ,ハインチェン、現在は バイルトートの一部となっているハッセルバッハが調印していた。1969年12月11日に、ヘッセン州内務大臣は、州内の全市町村に対して再編成の提案を発表した。その提案は、カムベルク、ビュルゲス、エアバッハ、シュビッカースハウゼン、ドームバッハは、カムベルク市に統合され、ニーダーゼルタースを含むオーバーゼルタース、アイゼンバッハ、 ハインチェンからゼルタースが形成するというものであった。ドームバッハの町議会は、州サイドから強制的に合併を強いられるまで、独立を保つという意見であった。ビュルゲスの町議会も町の建設計画が撤回され、カムベルクが市の中心になることを危惧した。1971年にリームブルク軍からある提案がなされた。オーバー・アッツェルタースを除く、 現在の市区が新たなカムベルク市を形成するというものであった。しかし、オーバーゼルタース、ハッセルバッハ、バルスドルフ、シュタインフィッシュバッハがカムベルクに属す可能性も言及されていた。オーバーゼルタースの町議会はカムベルクへの合併を宣言したが、ハッセルバッハはバイロートに合併することを選んだ。バルスドルフとシュタインフィッシュバッハの住民は大多数が、 イトシュタイン及びバルデムスへの合併を支持した。このため当時計画された合併プランは、現在の主張村境と一致した。カムベルク、エアバッハ、シュビッカースハウゼン及びオーバーゼルタースは、この合併に賛成し、ドームバッハは保留し、ビュルゲスは自由意志で合併するつもりはなかった。ヘッセン州は1971年12月31日を、 自由意志による合併の最終期限とした。1971年11月9日にビュルゲスを除くカムベルクの5つの宿及びアイゼンバッハとハインチェンの間で新たな都市カムベルクを設立する協定に調印がなされた。しかしこの協定はヘッセン州政府から認定されなかった。州政府はアイゼンバッハ、ハインチェン、オーバーゼルタースがニーダーゼルタースに合併し、 カムベルクは、エアバッハ、シュビッカースハウゼン、ドームバッハと合併することを奨励した。首都、マチソンは、カムベルクとオーバーゼルタース、アイゼンバッハ、ハインチェントの合併を1972年1月1日に実現するようヘッセン行政裁判所に訴え出た。政府は、合併を許可するよう命じられたが、控訴した。カッセルの行政裁判所で、 口頭審問はこれ以上行われず、控訴審は1975年5月に終了した。1974年7月1日、カムベルク、ビュルゲス、エアバッハ、シュビッカースハウゼン及びドームバッハが、中法に基づき強制的に統合された。オーバーアッツェルターストは、行政連合として連携した。2010年12月31日現在、 バート・カムベルクの人口は14,078人で、これは人口密度258人平方キロメートルにあたる。2005年の人口は14,391人であった。人口密度は連邦平均よりもやや高く、州平均よりも低い。2005年時点の外国人比率は7.0%であった。 1910年以降の地区別人口は以下の通りである。東、南、西に隣接する市町村とは対照的にバートカムベルクとその地区はカトリックが優勢である。1803年まで鳥居や選定工領に属していたことから当時のアムトカムベルクはほぼ完全にカトリックの町であった。 現在中核区には約3600人のカトリック信者が住んでいる。これは全体の約52%にあたる。バートカムベルクの宗教管区には6つの教会がある。バートカムベルクの聖ペーター及びパウル教会、エアバッハの聖マウリティウス教会、ビュルゲスの聖フェルティウス教会、オーバーゼルタースの聖アントニウス教会、シュビッカースハウゼンの聖ゲオルク教会、 ドームバッハの聖ベンデリン教会である。福音主義、マルティンス教会は、1897年9月8日に、完成した。それ以前は、プロテスタントの住民はニーガーゼルタース及び、バルスドルフの教会に属していた。バートカムベルクの教会の管轄地域は、中核式、エアバッハ、ビルゲス、ドームバッハ、シュビッカースハウゼンであり、 オーバーゼルタースの福音主義キリスト教信者は、ニーダーゼルタースのクリストス教会に通っている。バートカムベルクとゼルタースは、教会共同体を形成している。2007年以降、バートカムベルクには自由教会フライエ・エヴァンジャリッシュ、ゲマインで、バートカムベルクがある。これはドイツに450以上ある独立した地域教会の一つであり、 フライヤー・エヴァンジャリッシャー・ゲメンデン連合を形成している。この教会は自前の教会道を有しておらず、バート・カムベルクのフライ本出宗レの行動で礼拝を行っている。17世紀から1942年までカムベルクにユダヤ教会が存在した。宿部にはユダヤ人は住んでいなかったが、バルスドルフ、シュタインフィッシュバッハ、アイゼンバッハのユダヤ教徒は、 カムベルクの教団に属していた。シナゴーグは1 9 3八年のユダヤ人排斥運動によって激しく寄存された。カムベルクに住むユダヤ人の数は亡命、逃亡、移住により1 9 3三年から1 9 3九年までの間に六十九人から十九人にまで減少した。カムベルクに住んでいた最後のユダヤ教徒は1 9 4二年に フランクフルトへ移送され、そこで殺害された。バート・カムベルク市長者ヘッセン州市長尊法によれば、市長は参事会の代表者である。バート・カムベルク市では、参事会は、市長のほかに12人の名誉職の市議会議員からなる。本市の市長には2017年4月26日に、イエンス・ペーター・ホーゲルが就任した。その前任者は、 以下の通りである。バートカムベルク氏の市議会は37議席からなる。ズンガラ赤字に強壁を持つ銀の塔。塔は青い角錐型の屋根と閉じた金色の扉を持つ。基層の上は赤い四角形でその中にこちらを向いて歩み、青い爪と下で威嚇した金の獅子が二頭重なり合って描かれている。解説、市の紋章は市の東の塔で、 門を兼ねていたオーバートーアトゥルムを表している。赤字に金の詩はバード・カムベルクが属していたディーツ・ハクリョウの紋章から取られた。バートカムベルクは1987年10月3日にフランスの都市シャンブレレ・トゥールと姉妹都市となった。2012年5月に姉妹都市25周年の式典がシャブレで開催された。両都市の住民たちは長年にわたって 緊密な友好関係を育んでいる。少なくとも5年ごとに姉妹都市交流会が開かれ、ドイツ側、フランス側双方から、それぞれ200人ほどの住民が参加する。1991年1月9日に、バートズルツァとバートカムベルクとの間の友好都市関係に関する協定が調印された。この協定は、相互訪問、特に市長や行政トップの定期的な訪問の 有因となっている。十字架礼拝堂はこの町の象徴的建造物である。現在の礼拝堂は1725年に市の東側に位置する山の上に建設され、広い眺望が素晴らしい。バートカムベルクのマルクと広場旧市街には数多くの木組建築が残されており、その一部には大変贅沢な装飾が施されている。 これらの建物の多くは15世紀から18世紀に建設された。その多くはケルンからフランクフルトに至る交易路、ホーエシュトラーセ沿いの交易拠点であったマルクト広場に集まっている。この町で最も人気の見どころがアムトホ富フの木組建築群である。この建物は長さが155メートルあり、ヘッセン州最大級の木組建築の一つである。 この印象的な建物は1605年に先代の建物の基礎壁の上に造営された。その後1669年まで増築が続けられ、もともと3つの別々の役所であった建物が一つの総合アンサンブルとして融合したものである。このアムトホースはトリーア選定工業アムトカムベルクの上級官僚の役所兼住居であった。 1815年のアムト廃止に伴いその重要性を失った。市は1942年にこのアムト豊富を獲得した。1989年には大規模な改修工事が行われた。現在この建物は市の行政機関の所在地となっている。もう一つの重要な木組建築が旧アムト薬局である。この建物は1330年の基礎壁の上に、 1492年にハットシュタイン家の白りの家として新築されたものである。1663年からこの建物には薬局が入居した。現在のグッテンベルガー法府は1336年にハッしたシュタイン家の本拠地として初めて記述されている。1526年に現在の形で建設された。 1767年にこの建物はグッテンベルク家の所有となり、1820年に市民の所有となった。2007年10月現在、グッテンベルガー法府は改修がなされている。オーバートーアトゥルムかつての都市防衛施設は痕跡だけが残されている。13本あった塔のうち、オーバートーアトゥルムとウンタートーアトゥルムの2本だけが現存している。 アムト法府の隣にあるのが、やはりこの町の象徴的建造物で、町の紋章にも描かれたオーバートーアトゥルムである。これに隣接して、ホーエンフェルト礼拝堂がある。この礼拝堂には、メッテルニヒュンとホーエンフェルト家、シュッツスー・ホルツハウゼン家、ベヒトルスハイム家、シュピース・ホンビュレスハイム家といった、この町にとって、重要な家門の墓碑をはじめなり、正規ものちょうど、設備が、 数多く存在する。現在、オーバートーアトゥルムとホーエンフェルト礼拝堂は、首都等の博物館として利用されている。ウンタートーアトゥルムは、地元では、バートカムベルクの社塔と呼ばれている。それは高さ21メートルで1.44メートル、傾いていることによる。その基部には、かつて3つの門が並んでいた。古いボンネット型の屋根は、 第二次世界大戦末期の1945年に破壊された。十字架礼拝堂、聖ペーター及びパウル教会、オーバートアトゥルム、ウンタートアトゥルム、死壁、アムトホーフト、ホーエンフェルト礼拝堂は、武力紛争の際の文化財の保護に関する条約の保護下にある。聖ペーター及びパウル教会カトリックの聖ペーター及びパウル教会カトリックの聖ペーター及び、 パウル教会は旧市街北西部にある。1156年にカムベルクの聖ペーターとして初めて記録されている。現在の教会堂の最も古い部分は1580年に建設された。18世紀に長堂が崩壊したため、新しい教会堂を建設しなければならなかった。ディレンブルクの建築監督官、ヨハン・フリードリヒ・シケルが、 ソップ付様式で建設したもので、この地域では数少ない、この様式の作例となっている。トリやア選定工領の補佐シ教ヨハネスマリア・フォンヘルバインは、1781年7月15日に、この教会を首都ペトロとパウロの栄誉に建造した。福音主義、マルティンス教会福音主義、マルティンス教会と牧師館は、 1896年から97年にエルンツと牧師のもとで建設された。建設費用に対する州の助成金を獲得するために、市は一方は州の建設担当部局、他方では協会機関と長く複雑な交渉をしなければならなかった。最終的に採用された設計は3時間で建築監督官のヘルマンエカートが行い、 すでに福音主義の宗教建築で経験を積んでいたヘルボルンの建築家ルートビヒ・ホーフマンがビースバーデンの県政府の監督下で施考を担当した。落成に向けて皇妃アウグステ・ビクトリアは祭壇の聖書を寄贈した。バートカムベルクのクアパルクは18世紀にはすでにシュッツフォン・ホルツハウゼン家によって造成された。この公園は オーバートーアに面した旧市街の外れに位置している。スイッチ療法の浴槽、老木の小立ち、噴水の他に、この公園にはミニゴルフ場や多くのテニスコートもある。2002年、クアパルク内に広さ約800平方メートルの観光ハーブ園が設けられた。秋の市、バート・カムベルクでは、1781年から秋の市と同じ時期に、 カムベルクのケルプが開催されている。本来の協会会記載は6月29日に、祝われるが、秋の首都ケルプは10月の第2週末に開催される。2004年から、再び伝統的な時期に、プフォルテンビーゼイで開催されている。カムベルクのケルプは、カムベルガーケルプ協会、e、EV と実際のカーベイハーガンによって、運営されている。VW ベテラン集会ホルクスワーファンの、 世界では世界的に知られたロッターマンの VW ベテラン集会は1979年から伝統的にバート・カムベルクで開催されている。4年ごとに極めて古く極めて珍しい自動車が登場する。ビュルゲスシックの RSV ビュルゲスは成功したサッカークラブである。このクラブは長年サッカーヘッセンに参加し DFB ポカールに2度出場した。 中核区には、サッカーとハンドボールに特化した SV、バート・カムベルク1921がある。市内には他にも、スポーツクラブがある。銀行、一般病院、薬局、基礎家庭学校、市の行政機関、商店、基本インフラといった、下級中心都市に、典型的な施設が、バート・カムベルクには存在しており、中級中心都市に、 典型的な上級学校やスイミングプールといった施設も存在する。この町は中級中心都市の機能を一部備えた下級中心都市とされている。オーバーゼルタース地区には飲料水メーカーのオーバーゼルタースがある。ここではオーバーゼルタースオリジナル、オーバーゼルタースカタリーネンクベレ、ナッサウアーラント、バートカムベルガータウンスクベレといった 様々な商標のミネラルウォーターが瓶詰めされている。この他に、オーバーゼルスター及び、マベラブランドのレモネードとアプフェルショーレが生産されている。この他に、ヨーロッパ全土で有名な、ハックライテルン、ベーバービュルステンシステム、サービスウェア SE が、バートカムベルクに本社を置いている。オーバー東亜通りのクナイプ式、水槽保養業者としては、リハビリテーション病院としての、 メジアンホーエンフェルトクリーニー県と神経学、リハビリテーションクリーニック、多くのクアハイム、メジアン療養センターアームクアパルク、及び多くの水治療施設がある。2005年、バートカムベルクには、療養客が延べ176,663泊、滞在した。ドイツ全体での平均滞在日数は8.6日である。バートカムベルクは、 世界最古の交易路の一つを起源とするアウトバーン A3 号線と、それと並行したルートを取る高速鉄道路線ケルンライン、マイン線沿いに位置している。中核地区と市区部からは、数多くの住民がラインマイン地域に通勤している。ホーエシュトラーセマイナスアウトバーン制動期時代には、すでにコンスタンティノープルからブリュッセルに至る街道、ホーエシュトラーセが、 エムス川とベルス川との分水域を通っていた。街道からこの集落まではリムブルガーベークを利用した。この通りの名前はリムブルガー街道と混同しやすいため、1959年にタウヌス通り、1979年にラーン通りと改名された。18世紀になるとホーエシュトラーセは利用されなくなった。 1934年にカムベルク氏はアウトバーンフランクフルト・ケルンセン建設のための協会に参加した。この帝国アウトバーンは1937年から1939年に建設された。そのルートはゴルデナーグルントでは概ね古いホーエストラーセと重なる。バート・カムベルクは同盟のインターチェンジでアウトバーンに接続している。 計画では当初、このインターチェンジはなかったのだが、ゴルデナーグルントの街が交通と経済の発展に関与できるよう、インターチェンジが設けられた。1954年にこのアウトバーンのケルーン方面行き沿いに、バート・カムベルク東サービスエリアが、その翌年には、フランクフルト方面行き沿いに、バート・カムベルク西サービスエリアが開業した。 ビア・プブリカ連邦道8号線12世紀には谷間に道路が徐々に建設した。特に商品輸送の増加がそれに貢献したが、ホーエシトラーセの危険製造台もこれに寄与した。これにより古いビア・プブリカの一部であるエムスタール街道が形成された。トリーアー線帝港は1768年に幹線道路を 舗装道路として整備する工事を始めた。リムブルクからビュルゲスト・バルスドルフの間の国境まで通じる道路が1780年に完成した。当時この町の西の市境であったウンター島アトゥルム前を通っていた舗装道路の表面は交通量が多かったために2、3年後には完全に破壊された。市民は1786年にエアバッハからオーバー島アトゥルムへ そこから町を通って、ウンター島アトゥルム、さらにビュルゲスまで通じる舗装道路を要望した。しかしこの要望は拒絶された。鳥居や選定校の道路建設法に基づき、アムト・カムベルクの住民は春と秋に舗装道路の不駅を務めなければならなかった。橋の建設のための賃金と資材費は選定校の国庫から支出されたが、資材は市町村とアムトが用意しなければならなかった。 1848年の革命後に初めてすべての、不益が廃止された。20世紀初めにこの道路から、広域交通路8号線、後の帝国道路8号線、現在の連邦道8号線へと拡充された。この道路は現在、エアバッハ、バートカムベルク、ビルゲスを通り、オーバーアッツェルタースをかすめていた。前社3市町村では30年以上にわたって、 バイパス道路の建設が検討されており、2014年現在、計画確認手続きの段階に達している。バートカムベルク駅バスと、鉄道バートカムベルク駅は、フランクフルトとリムブルク近郊、エシュホーフェンとを結ぶマインラーン鉄道の離点 49.3km にある。この路線は、段階的に開通し、 ニーダーゼルタース駅からカムベルクに到達したのは1876年であった。その後さらに延長が続けられ、現在はリムブルク、バートカムベルク、ニーデルンハウゼン、フランクフルト及びビースバーデンの全区間が営業している。ラインマイン交通連盟の路線 RE20 と RB22 がフランクフルトへ、RB21 がニーデルンハウゼンで分岐して、 ビースバーデンへ運行している。2004年12月からバート・カムベルクでは、シバスが LM-31 と LM-32 の2路線を運営している。両路線は、駅から内市街を通り、エアバッハあるいはビュルテスへ、別々のルートを通って運行している。バート・カムベルクの主要な地域に関しては、1948年からリムブルク、アンデアラーンで観光されている。 ナッサウィッシェのイエプレッセである。これは、フランクフルターのイエプレッセの地方版にあたる。この他に、ロカールアンツァイガー、カムベルガーアンツァイガー、バートカムベルガーレーベン、LZ アムゾンタークが、無償で全国に配布される。全社3市は主に首都近隣のニュースを掲載しているのに対して、タウヌスシュタインで刊行されている、LZ アムゾンタークにとっては、バートカムベルクは、 その配布地域の周辺部に過ぎない。バートカムベルクには基礎家庭学校が3校ある。エアバッハのレゲンスボー防源修レ、バートカムベルクのアッツェル修レ、ビュルゲスのビュルゲス基礎家庭学校である。タウヌス修レバートカムベルクは、ギムナジウム上級学年、本家庭学校、実家学校の教育課程を有する総合学校で、アビトゥアを習得することができる。 1810年にまで遡ることができるフライ本ュ修レは、老学校として、ヘッセン州の7つの首都軍をカバーしている。リムブルクイコールバイル軍立市民大学 EV は、バートカムベルクで、文教室を運営している。バートカムベルクには、幼稚園が7園ある。市営の3園の他に、中核宿、エアバッハ、オーバーゼルタース宿に、 カトリック教会が運営する幼稚園がある。さらに2007年から十字架礼拝堂の近くに森の幼稚園が設立された。ドイツ赤十字社バートカムベルク支部は2度設立された。1932年から1945年と1958年から現在である。地域支部のメンバーはバートカムベルクの人々のために献身している。地元支部は 社会分野、医療サービス、人道支援、災害予防に努めている。ありがとうございます。